アルフレッド・ユージン・モント・ゴメリーは、アメリカ海軍の軍人、最終階級は中将。ピート・マーク・ミッチャー1910年組や、ジョン・エス・マケーン・シニアなどの小生の指揮下において、航空畑の古産士官として、高速空母任務部隊の創生機から、任務部隊司令官を務めた将官の一人。アナポリスを卒業後、当初は潜水艦畑を歩み、 1914年11月1日からは潜水艦 F-1 の艦長を務め、1917年12月17日に F-1 が衝突事故で沈没するまで務めた。1920年代以降は航空に転化し、1922年6月にパイロット免許を取得。偵察隊と雷撃隊の指揮官を務めた後、 1936年11月から1938年6月までは空母、レンジャーの副長、ついで1940年6月から1941年6月には艦長を務めた。1941年6月からは大西洋艦隊で航空参謀となり、1941年12月からの太平洋戦争では中期以降から、 高速空母任務部隊の司令官を務める。空母任務部隊司令官としては、ギルバート・マーシャル諸島の戦いとラバウル空襲、マリアナ沖海戦、フィリピンの戦いなどに参加。戦争終結後は、第5艦隊と第1艦隊の司令長官となった。アルフレッド・ユージン・モンとゴメリーは1891年6月12日、ネブラスカ州オマハにおいて、父・ユージン・モンとゴメリーのと、母、 ジュリア・スミス・モントゴメリーの元に生まれる。オマハとマサチューセッツ州、ブルックラインのブルックラインハイスクールで教育を受けた。後、ネブラスカ州からの推薦を受けて1908年にアナポリスに入学。モントゴメリーは1912年6月8日にアナポリスを卒業した。卒業年時からアナポリス1912年組と呼称された、この世代からは、 アメリカ海軍作戦部長を務めたルイス・デンフェルド、潜水艦部隊を指揮したチャールズ・エイ・ロックウッド、太平洋艦隊参謀長を務めた、ソック、チャールズ・マクモリス、ビラスタンモアヤセント・ブーゲンビル島機械戦の、ハシャー・アーロン・エスメリル、ルンガ沖野戦でいっぱい地にまみれた、カールトン・エイチ・ライトラがいる。アナポリス卒業後、モント・ゴメリーは、主艦候補生となって、戦艦。 バージニアに配属される。続いて、ロードアイランド州、ニューポートの海軍訓練所に移り、練習艦コンステレーションで、船内教官となる。1914年に少尉に任官し、1914年2月から1915年7月の間にかけて、防護巡洋艦、タコマ配属を経て、軽巡洋艦、ジスターと、戦艦、コネチカット乗組として、 アメリカメキシコ国境を紛争に参加した。1915年7月、モントゴメリーは潜水部隊勤務を命じられ、モニター艦、トノパーでの訓練の後、潜水艦 E-1 の副長となった。これより、前の1914年11月、モントゴメリーは、メアアイランド海軍造船所で整備中の潜水艦 F-1 を見る機会があり、1917年6月に、 その F-1 の艦長となる。しかし、1917年12月17日に F-1 は、両艦 F-3 と衝突事故を起こして沈没。モントゴメリーは辛くも救助されたが、19名の乗員が失われた。生還したモントゴメリーは、ユニオン造船所で建造中の潜水艦 R-20 の初代艦長に内定し、 R-20 は1918年10月26日に、モントゴメリーの指揮下で収益した。R-20 での職務を終えた後、1920年10月からは、R、R-20 と同じユニオン鉄工所で、建造中であった、潜水艦 S-32 の建造監督艦を、S、S-32 が偽装のためにメアイランド、 海軍造船所に開港される1921年1月まで、勤めた。1922年1月、モントゴメリーは航空を志願して、フロリダ州ペンサコーラの海軍飛行学校を入学し、6月8日に、パイロット免許を取得した。航空士官となったモントゴメリーは、第二偵察軍の副長に就任し、不説艦、アローストックを母艦として、偵察行動に任じた。 1923年には、第1偵察軍と第6偵察軍の司令を兼任し、水上規模艦、ライト艦長ウォルター・アール・ジェラルディ大佐の副長を務めつつ、短期間ながら偵察艦隊の航空隊の指揮を取った後、第一雷爆撃機隊司令に就任した。1925年、モントゴメリーは、サンディエゴ海軍航空基地に整備監督として、 赴任するが、翌1926年には、空母、ラングレイ航空隊長となって、海上勤務に戻り、1929年7月には、空母、サラトが所属の第二雷爆撃機体指令となった。1930年8月から1932年5月の間は再び陸上勤務となり、シアトル海軍航空基地に着任。1932年7月からは、 偵察艦隊航空担当士官となり、機関を務めていた、従順洋艦、シカゴ二条艦。偵察艦隊での勤務を終えた後は、ワシントン DC 入りし、海軍作戦部や、海軍省のオフィスにおいて、航空や艦船部門の課長を務めた。1934年7月からは、アナコスティアのアナコスティア海軍航空基地に1936年2月まで勤務した。 アナコスティアでの勤務を終えた後は、再度会場勤務に移り、戦闘艦隊司令長官ヘンリー・ V ・バトラー少将の下で航空隊司令を務め、バトラーの後任であるフレデリック・ジェイ・ホー,オーン少将の下でも同じ任務に就いた。1936年11月、モントゴメリーはレンジャーに副長として着任し、1938年6月まで上官。 その後は1938年7月から1939年7月の間、再度のサンディエゴ海軍航空基地勤務となった。1939年7月、モントゴメリーはアメリカ海軍航空局勤務となって航空部長となる。1940年6月までその職を務めた後、レンジャー艦長となった。1941年6月からは、 大西洋艦隊艦隊司令長官アーサー・ビー・クック、少将の下で航空担当補佐官となり、1941年12月7日の真珠湾攻撃によるアメリカの第二次世界大戦参戦をこのポジションで迎えた。参戦後しばらくの間は、大西洋におけるドイツの有望と狩りに専念した。1942年5月にモントゴメリーは少将に昇進。 翌6月からは、テキサス州、コーパスクリスティのコーパスクリスティ海軍航空基地司令官となる。コーパスクリスティ海軍航空基地は11月から海軍航空訓練センターとなるが、任務が評価されて、最初のレジオン・オブ・メリットが授与された。施設や収容人数の大幅な拡張を含む7つの個別計画を独特の方法によって達成した。 彼はこれらの計画をもとに航空基地を訓練施設に転換し、そのための補助飛行場も設置して任務の遂行に従事した。空母任務軍司令官19431943 1943年半ばに入ってモントゴメリーは太平洋戦線に出動することとなった。新鋭空母クスに正規を掲げ第十二空母任務軍司令官として 高速空母任務部隊司令官チャールズ・エパウナル、少々の指揮下で活動を開始。モント・ゴメリーの第12空母任務軍は他の艦艇を加えて第14任務部隊と称され、第14任務部隊は10月5日から10月7日までの間、日本軍の占領下にあったウェーク島を爆撃した。11月に入り、 ギルバート諸島攻略のガルバニック作戦が差し迫ると、第5艦隊司令長官、レイモンド・スプルーアンス中将は、パウナル自家卒の第15任務部隊、モントゴメリーが率いていた第14任務部隊を、第50任務部隊として再編成し、第50.1任務軍を、パウナルが直接率い、第50.2任務軍を、アーサー・ W ・ラドフォード少将、モントゴメリーに、 第50.3任務軍を、そして、テッド・フレデリック・シー・シャーマン少将が、第50.4任務軍を率いる体制に、改められた。その頃、ソロモン諸島の戦いは、ブーゲンビル島の戦いを目前にしており、南太平洋軍司令長官、ウィリアム・ハルゼー大将は空母を欲していた。しかし、空母はその多くが、ガルバニック作戦に当てられ、テッド・シャーマンが率いる、 サラトガと新鋭のプリンストンのみが当面差し向けられることとなった。テッド・シャーマンの空母軍は第38任務部隊を名乗り11月5日に日本軍の一大拠点ラバウルを爆撃して栗田武雄中将を率いる強力な日本艦隊に大打撃を与えた。これを見たファルゼーはダメ押しのラバウル空襲を行うことを決め太平洋艦隊司令長官チェスターに3つ対象に 新手の空母任務部隊の派遣を要請した。ニミッツは、ギルバート諸島方面の戦況を睨みつつ、新手の空母任務部隊を派遣することとし、モントゴメリーの第50.3任務軍をラバウルに差し向けることとした。第2回のラバウル空襲は11月11日に行われ、テッドシャーマンの第38任務部隊は、ブルゲンウィル島北方からモントゴメリーの 第50.3任務軍は、道東,東南方から、ハサミ打ちの格好で艦載機を発進させた。第2回のラバウル空襲は、第2水雷戦隊に打撃を与えて成功した。しかし、第50.3任務軍は、第3次ブーゲンビル島沖航空戦に遭遇し、反復攻撃を中止して、ソロモン海域から引き上げた。第50.3任務軍は、エスピリトサント島を経由して、 第5艦隊に復帰し、ギルバートの戦場に向かって11月18日から20日に、かけてはタラワ攻撃を実施した。モントゴメリーの一連の働きのうち、タラワ攻撃が評価されて、海軍主勲章が授与された。少将の率いる空母任務軍は、1943年11月18日から12月10日に、渡って中部及び南部太平洋海域に所在する。 日本軍部隊に打撃を与えた。彼は、ギルバート諸島タラワに対する反復攻撃を指導したが、それは、味方部隊が最終的にタラワを占領するという戦略的勝利に大いに関わることとなった。また、5時間にわたる敵の野襲に臆することなく、クエゼリン関賞を中心とするマーシャル諸島各地に、点在する日本の輸送船と航空機、 施設に対して絶え間ない空襲を行った。彼は以前にも、ウェーク島、ラバウル及びニューブリテン島に対する攻撃を実施し、それらは太平洋戦域における味方部隊が迎えるであろう、最終的な勝利に大きな貢献となった。空母任務軍司令官、1944-1944 19年に入って、早々、パウナルは戦いぶりが、 ニミッツや合衆国艦隊司令長官研海軍、作戦部長、アーネスト・キング大将らに不当に評価されず解任され、後任にはミッチャーが就任して部隊名も、第58任務部隊となった。モントゴメリーは、第58.2任務軍を指揮することとなり、はじめの3ヶ月は1944年1月の、クエゼリンの戦いの支援及び2月17日の、トラック島空襲。 2月下旬のマリアナ諸島空襲、及び3月30日から31日にかけてのパラオ大空襲に参加。このうちトラック島空襲では、指揮下の空母、イントレピットが、日本軍の反撃で魚雷が命中し損傷するという、不覚を取った。続く3ヶ月は4月のホーランジアの戦いの支援、5月の南鳥島及びウェイク島への攻撃を経て、 6月の裁判の戦いとマリアナ沖海戦を迎える。6月19日のマリアナ沖海戦では大きな被害は受けなかったとはいえ、資金団でバンカーヒルとワスプが損傷した。サイパンをめぐる戦いを含むここまでの功績が評価され、モントゴメリーに海軍十字章が授与された。合衆国大統領は空母任務軍の戦術指揮官として突発的な。 英雄的戦闘を繰り広げた少将、アルフレッドユージーン・モント・ゴメリーに対して、海軍十字章を授与する。1944年2月21日のサイパン島への攻撃で、彼の任務軍は敵の爆撃と雷撃を巧みにかわし、対空砲火と戦闘機の迎撃により17機を撃墜した。また、敵の輸送船や航空機、海岸の施設を攻撃して、 貴重な写真を撮影することに成功し、味方部隊を無傷に保った。彼の卓越したリーダーシップと優れた、戦術的能力、義務遂行のための勇敢な献身ぶりは、重要任務の成功に大きく貢献し、これは、アメリカ海軍の偉大な選考を反映するものである。また、二度目の海軍主勲章も授与された。少々の率いる空母任務軍は、 1944年3月から6月にかけてパラオ、ウェイク島、南鳥島及びホーランジアへの航空攻撃を行い敵の物資と沿岸施設に大きな損害を与えた。特にホーランジアでは共闘歩の確立に取り組んでいた水陸両用部隊に非常に貴重な支援を行い共闘歩の確保後も味方部隊の進撃を支援し続けた。 1944年6月のマリアナでの戦いでは、日本の航空戦力の徹底的な破壊に参加し、重要な敵艦隊へ、大なる打撃を与えた。サイパンの戦い後の6月下旬から8月にかけて、ミッチャーの第58任務部隊は、グアムの戦い支援とスカベンジャー作戦を含む、小笠原諸島攻撃を行う。ところで、サイパンの戦いを通じて、 第58.4任務軍を率いる WK ハリル、少将は、消化不良の戦いに終始したため、ミッチャーの不況を解放鉄された。モントゴメリーは7月に、第58.2任務軍の指揮を、ラルフ・イー・デビソン少将と交代し、ハリルの後任として、第58.4任務軍司令官に転じた。スカベンジャー作戦において、モントゴメリの第58.4任務軍は、 第58.1任務軍を率いた直行ジョゼフ・ジェイ・クラーク少将と共に小笠原諸島の日本軍拠点に対して反復攻撃を実施した。8月下旬、スプルーアンスはハルゼーの第3艦隊と交代することとなったが、ミッチャーのポジションについては公認に内定していたマケインのの技量が十分ではなかったため、マケインに第38.1任務軍を与えて、 研修期間とし、研修が終わるまで引き続き部隊の指揮を取ることとなった。第38任務部隊は8月末から10月下旬にかけて、ミッチャーの下でパラ及びフィリピン攻撃、レーテ島の戦い支援と、レーテ沖海戦を戦った。部隊は、一息ついた10月30日に、うるしい干渉に帰島し、ミッチャーは、休養に入ってマケインがその職を継承し、 マケインが率いていた第38.1任務軍は、モントゴメリーに委ねられた。第38.1任務軍司令官となった、モントゴメリーは引き続きフィリピン攻撃に従事し、12月17日から18日にかけて遭遇したコブラ台風では、台風に遭遇した任務軍のうちでは最も南に位置していたものの、カウペンスとモンテレーが損傷する被害を受けた。 コブラ台風で散々な被害を受けた第38任務部隊は12月下旬にうるしいに帰島。ここで司令官の交代が行われ、モントゴメリーは第38.1任務軍の指揮をラドフォードに譲って部隊から去った。フィリピンをめぐる一連の戦いでの働きぶりも評価され、モントゴメリーに3度目の海軍主勲章が授与された。少々の率いる 第38.1任務軍は1944年10月30日から12月29日にかけてフィリピン諸島地域に点在する日本軍に対して攻撃を行った。彼の迅速な行動は、レーテ島に展開する味方部隊を助け、マニラを含むルソン島各地域に散らばる日本の航空機と輸送船、陸上施設に対して濃厚な攻撃を繰り返し、 重大かつ致命的な打撃を与えた。彼は空中戦闘を含めて卓越したリーダーシップと技量を遺憾なく発揮し戦略面で重要な時期に最大限の努力を払って味方部隊に良い影響を与えこの戦争における重要局面の行く末を良い方向に持っていくことに影響を与えた。第38任務部隊から離れたモントゴメリーは 1945年1月にサンディエゴの西海岸艦対航空団指揮官に就任し、要員、部隊、機材その他を前線へ送り出す、広報支援の立場から太平洋の戦いを支えることとなった。この任務が評価され、2度目のレジオンオブメリットがモントゴメリーに授与された。7月20日、モントゴメリーは中将に昇進するとと,ともに、 ハワイの太平洋航空部隊司令官となった。第二次世界大戦終結後の1946年9月、モントゴメリーは、テッド・シャーマンの後任として、第五艦隊司令長官に就任し、揚陸指揮官アパラチアムを機関として、正規を掲げた。1947年1月1日付で、第五艦隊が廃止になった後、7月に新たに、 編成された第一艦隊の司令長官に横滑りし、8月1日まで戦艦、アイオアを帰還とした。第一艦隊の職を離れた後は、少々のランクに戻り、北、太平洋海域圏アラスカ海域圏第17、海軍区司令官となって、コディアックに司令部を置いた。1949年から1950年に、かけては、英領バミューダ諸島に置かれたバミューダ。 海軍基地司令官を務め、1950年2月からは、フロリダ州ジャクソンビルの海軍航空基地司令官となって、1951年7月に中将に名誉昇進の上退役するまでその職を全うした。モントゴメリーは、カリフォルニア州オークランドでアリス・クレア・スミスと結婚し、アリスは一人息子となるブルック・モントゴメリーを生んだ。ブルックは、 海軍中尉になったが、1956年2月1日に航空機事故で殉職した。それから5年後の1961年12月13日、アルフレット友人モートゴメリーは、ワシントン州ブレマートンの海軍病院において、70歳で亡くなった。海軍兵学校の卒業年次に換算すると、山口多門、福留茂、うがきまとい、 大西田記事郎らを排出した40機に相当する。ありがとうございます。